日本代表、森保はじめ監督、得点を取れる能力も、得点チャンスを作り出すというクオリティも上がっている。何よりも攻撃も守備もチームに貢献できるというのが、素晴らしい成長につなげている。先発でプレーできるだけの力はあると思っている。これは名将、無能。まともな監督だったら普通コスタリカ戦スタメンだよね。普通に三笘いなかったら日本サッカー終わってたよな。3連敗やろ。三笘がいるのが日本サッカーの始まりってことやで。朝の大好きおじさん。いや本当は三笘馬車馬のごとく働かせたかったんです。って言えば許されるのに。三笘が活躍すればするほどやっぱり森保って無能だったんだなって風潮になるの本得さ。三笘一人いるだけでそれじゃあ胸筋開いて90分殴り合いましょうか。とはならんやろ。1対1で勝ってるの左だけやん。まあ、そろそろ日本代表のスタメンいけるくらいの実力は身についたかもな。じっとくらい試してみてもええかもしれん。三笘を止められるのは森保しかおらんからな。フルタイム三笘したら早く帰ろってお前ら怒るんやろ。勝手やな。呼んだら呼ぶなって切れるし、呼ばなかったら日本代表人気低迷させる無能ってバカにするんやで、試合に出す出さない以前の問題。なんでこいつ三笘にだけ異様に厳しいんだろうな。鈴木優真にも厳しいぞ。三笘を前に使わないと攻撃があっていう割にその分の守備どうすんの？って話と三笘までどうやってボール繋ぐのって話はスルーされるよな。日本代表にはカイセドやマカリスターレベルはいないんやけど、カイセドいないだけでブライトンでもボール繋がらないのに。三笘の守備も注目してほしいかな。攻撃にばかり目が行くのは派手だからわかるけど三笘の味方のバランスを見たポジショニングやタックルの判断もなかなかうまい。ユニオンでのサイドバックの経験が生きてると思うことが多々あるよ。